んにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日のテーマは磁石。それではレッツサイエンス。今回はじゃん、ネオジウム磁石というとっても強い磁石を用意したよ。これに今からいろいろなものを近づけていった時にくっつくかくっつかないか予想してみてね。まずはじゃん、缶詰の容器、くっつくでしょうかくっつかないでしょうか。この缶はスチールでできていて磁石とくっついたよ。さっきはスチールだったけど、今度は同じ缶でもアルミ缶、磁石にくっつくでしょうか。アルミの缶はくっつかなかったね。次はプラスチック消しゴム、くっつくでしょうか。プラスチック消しゴムはくっつかなかったね。次は鉄クリップ、くっつくかな。動く強いくっついたね。やばこれ取れないよ。え、全然取れない。え、またくっついちゃった。次は割り箸、くっつくかな。くっつかなかったね。次はお金、くっつくかな。ついてないね。実はね、お金の中でも硬貨は磁石にくっつかなかったけれど、千円札は少しだけくっついたよね。千円札の印刷するインクの中には鉄が含まれているんだよ。次はクレヨン。色はじゃあ黄色と茶色にしてみようかな。磁石にくっつくかな。次は茶色だよ。行ってみよう。あ、くっついた。次は鉄分が多そうなシリアル。これどうなるかな。ちょっとだけくっついたね。次もチャレンジ食材、鉄分といえばひじきでしょう。これはくっつくのかな。止まった。ひじき止まった。鼻毛みたい。いきます。つくのかな。ついたんです。
ちょっと引っ張られてる感じはするんだよな。でも演奏者わかんない。じゃあひじきは、まあ、ちょっと分かりにくいけど続くのかな。ひじきはほんのちょっとくっついた。ものには磁石にくっつくものとくっつかないものがあったよね。特に今日の中では鉄がよくくっついたよね。今日の実験面白かったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。みんなもお家にあるものをいろいろくっつけてみてね。それじゃあまたね、バイバイ。これなら眠くならない。どうしよう。眠くなるんだよ。